がこのアウトドアの業界に入ったきっかけっていうのが、米国のロッキー山脈の麓にあるジャクソンホールというところに、スキーアウトドアのインストラクターとして就職をしてですね、そこで会った人たちにインスパイアされて、国内外の仲間とですね、一緒にブランドをしていこうということで、ティートンブラザーズ、ティートンブロスっていう名前にした経緯があります。欲しい素材が持つべき機能っていうのを僕たちは明確に伝えられるところがあるので、協力していただいているファブリックミルの方たちも目指すところがすごくクリアになっているので作りやすいのかなと思ってます。ティートンブラスさんとこう開発進める中ですごく印象的なのは、やっぱりこう新しいものを開発する中で1回で成功するとか何もかもうまくいくっていうことはやっぱりそうそうなくて、何かしらトラブルが起こったりとかうまくいかないことがあるんですけど、そんな中でやっぱりティートンさんはいつでもポジティブで前向きにこうなんとか乗り越えようっていうことで一緒にこうやらせていただいているので、新しいものをこれからもどんどん一緒に作って、でさらにこういいものを世の中に提供できたらいいなって思いますし、ティートンさんとならやっぱりそういうことができるんじゃないかなっていうふうにこっちサイドとしても思えるので、すごくうちとしてはありがたいなっていうふうに思っております。多分鈴木ねのりさんというか社長代表の情熱が一番ですかね。やっぱりこういったものを作りたいっていう希望が明確なのと、やはりそのまず開発してやっぱりどこまでいいものができるか、どこまでご希望に添えるものかを作ることをまず第一優先に考える。染さんだったらできるしょって言われると、こっちとしてもいや何とかしてみたいというか、まず欲しい素材の提案をファブリックミルにしてですね、サンプルの生地ができた時に僕が本当に信頼する、ガイドアスリートのフィードバックをまずできるだけもらって、海外ブランド今までずっと来てきた時に、ここをこうしてほしいとかそういうことがあっても、まずそれが製品に反映されることはなかったけれども、ティートンブロスの場合にはここをこうしてほしい、ああしてほしいっていうことがあったら、それがすぐに製品にフィードバックされる。それを続けてきてるからこそ、その製品自体がより良くなっていくっていうのをすごく感じてますね。海外のものと比べると一番違うのはカッティング。それと日本というのは、非常に湿気も多い環境でもあって、汗もかきやすい、そんなことを考慮した素材の選びをしてくれているので、ストレスない着心地を提供してくれてます。のりさん、純子さんと出会ってから本当15年ぐらい経つんだけど、変わらないですね。目指してるものがやっぱすごい高いところにあるし、で物に対しての妥協がないというか、しっかり作り込んでくるというか、自分で納得するものを商品化してるのが印象かな。初めのうちはですね、自分たちが欲しいもの、自分たちが山にいて使いやすいものっていうのが一番初めだったんですけれども、今ですね、それを着用して、厳しい自然条件の中で仕事として従事するガイドたちもいるので、そこからもう一つですね、やはり命を守るっていうのがすごく大事だと思います。